進む海峡から見た小名木川小名木川は、東京都江東区の北部を東西に横断し、隅田川と旧中川を結ぶ運河である。江戸時代初期に徳川家康の命令で建設されたものであり、全長約5キロメートル江東区を横断するように、東西一直線に伸びた全長約5キロメートルの運河であり、旧中川と隅田川を結び、途中横実験川、 大横川と交差する。小松橋と新大木橋の間には大木橋公門が設置されており、公門より東側は地盤沈下が激しく0メートル地帯の顕著な地域のため水位を1メートル下げている。小名木川全体の空中写真。西の隅田川から東の旧中川を直線で結ぶ。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成名所江戸百景、中川口、名所江戸百景、小名木川五本松1590年頃、江戸城を居城に定めた徳川家康は、兵糧としての潮の確保のため、行徳園伝に目をつけた。しかし行徳から江戸港までの江戸湾北部は当時、さすや浅瀬が広がり船が、しばしば座礁するため、大きく、 沖合を迂回するしかなかった。そこで、尾名義四郎兵衛に命じて、行徳までの運河を改策させたのが始まりである。運河の改策によって安全に塩を運べるようになり、かつ経路が大幅に短縮された。その後、塩以外の品物の運搬や、成田産経客なども運ぶようになって、行き交う物量が増大した。1629年。 尾名木川は江戸物流の重要河川と認識され、利根川当選事業と合わせて拡幅され、尾名木川と旧中川、新川の合流地点には中川船番所が置かれた。新川、江戸川、利根川を経由する航路が整備されると、近郊の農村で採れた野菜、東北地方の年具米などが行き交う大航路となった。開作とほぼ同時期に川の北側が 深川八郎衛門により開拓され深川村に、慶長年間に川の南側が埋め立てられ、海辺に行ったとなり、以降江戸時代を通じて埋め立てが進んだ。やがて、小名川を中心に、縦川や大横川、横実験川、仙台堀川などの整備が進み、重要な運河の一つとして機能した。明治時代に入ると、小名川沿岸一帯はその水運で様々な。 原材料を運ぶことができることもあり、諸工業が盛んになり、工業地帯となった。1930年には荒川放水路が完成したが、これに伴い荒川や旧中川、新川の合流地点には、小名木川公門、小松川公門、船堀公門が設置されていた。昭和50年代には、地盤沈下などにより閉鎖されたが、2005年に、 荒川ロックゲートが完成し、旧中川を経由して、荒川への通行が可能になった。この川を改作した、小名木郎表への中から取った。旧中川よりから記述する。潮の道橋に関するカテゴリー、丸八橋に関するカテゴリー、砂島橋に関するカテゴリー、小名川クローバー橋に関するカテゴリー。ありがとうございます。